川添昭郎は日本の音楽プロデューサー。別名、川添蔵太郎。父は東京イークラにあるイタリアンレストランキャンティを創業した川添博聖母はピアニスト原千恵子。祖父は鈴木慶君と共に日本で初めて南洋軍島を探検した後藤武太郎。明治の元君、後藤昌二郎は祖,祖父にあたる。女優、 加賀真理子とは幼馴染み、女優、吹雪純は元妻、吹雪との間に一男一女。四番目の妻は、林真理子の小説、あっこちゃんの時代の、あっこのモデルとなった、小出あきこ、おぎの目慶子との不倫で離婚。また、川添本人も、中西綾の実名小説、世界は、俺が回してるに、主人公、渡辺正文の親友として登場している。 慶応義塾幼稚舎を経て、慶応義塾高等学校に学んだが、カトリックの信仰を持つ実母、原千恵子の遺向で、ラサール高等学校に転校。ラサール在学中、1959年4月26日に、母とガスパールカサドの婚約が発表され、父により、東京に呼び戻されて、和光高等学校に転校。和光高校卒業後、すぐにマグナムフォト写真家。 ルネブリア、デニス・ストック等の来日時にアシスタントとして付く。1959年舞台芸術研究のために渡米し、ラスベガスで働く。1960年にはニューヨークに移り、フラメンコギタリストとして過ごす。またオフブロードウェイの前衛ポエトリーダンス6人を乗せた馬車に参加し、作曲家の伊藤忠史氏と共に楽器演奏を担当する。 この作品で脚色と舞台監督を務めた振付師、ジャン・アードマンがオフ・ブロードウェイの作品に与えられる、オビー賞の特別引用賞を1963年に受賞した。この作品はその後もアメリカ及びヨーロッパ各地の舞台演劇祭などで上演され、1964年には当時前演芸術の拠点であった草月会館にて日本公演を行った。 さらにこの時期にスペインに渡り帰国後フラメンコの舞踏団を結成した。このような経験をもとに柴田香奈は公輪閣代表として国際文化交流事業を行っていた父川添博の活動に参加。1961年シアトルバンコ国博において文楽の初のアメリカ公演のステージマネージャーを担当。1969年 ミュージカル、ヘアー来日公演のプロデューサーを務める。1970年2月、ヘアーの打ち上げで出演者と大麻パーティーを開いて逮捕され、これにより、ヘアー日本上演は途中で打ち切りとなる。この事件では執行猶予付きの有罪判決を受けた。執行猶予期間中にも、大麻取締法違反で逮捕され、懲役8ヶ月の実刑判決を受け、前橋刑務所で服役した。 1970年、村井邦彦、ミッキー・カーティス、内田優也、木村秀樹と共に、音楽レーベル、マッシュルームを創立。小坂忠しやがろといったアーティストを輩出する。その後、村井邦彦と共にアルファレコードを1977年に立ち上げ、音楽プロデューサーとして、荒井弓也は IMO といった、社会現象を巻き起こすようなビッグアーティストたちを世に送り、 数多くのヒット曲を生み出した。ファッション関連では、イブ・サン・ローランの日本代表や、ピエール・カルダンのライセンス開発を手掛け、同時に、その他の様々な分野で、アーティストのマネージメントやプロモーション活動を行う。特に、日本人アーティストの海外への紹介には、積極的で YMO の世界公演を実現し、絵画芸術の分野では、画家、 今井都市密の海外プロモーション等の活動を行っている。バブル景気期の1980年代半ばには空間プロデューサーや外国人エグゼクティブを相手にしたカグリース業などとしても活動していた。1992年、川添が空間プロデュースをした後楽園のビアガーデンのオープンパーティーに小崎豊は青山学院高等部時代に知り合った友人たちと 参加し、一緒に二次会で、芝浦の、オーバーに行った。小崎は、その翌日に死去している。1981年に、吹雪純淳と結婚するも1992年に、自身の不倫が原因で離婚。川添にとっては三度目の離婚であった。その後、地上げの帝王こと、早坂滝地の愛人だった、小出明子と再婚し男児を設ける。 その後も、おぎのめけ子との不倫を報じられ、間もなく妻と別居。2007年に、生体師の女性と再婚。その後も、再び、プロデュース業に復帰し、ソルジャをプロデュース。ヒット作、ここにいるよなどを世に送り出す。2008年リリースの青山テルマフィーチャリングソルジャ、そばにいるねをプロデュースし、同作は日本で最も売れた、ダウンロードシングルとして、 ギネスワールドレコーズに認定された。2011年にレコード大賞作詞賞を受賞した福井舞、一区旅の桜をプロデュース。他に、ガロ、小坂忠、吉田美奈子、ブレッドバター、スネークマンション、サーカス、雪村泉、朝比奈マリア、石田あゆみ、伊藤ゆかり、ダニエル・ビダル、ルネ・シマール、NY オールスターズ、セルジオ・メンデス、ピアザドラ、 日の照正、立田空リッジ、ジョージ・ウィンストンなど多数。1982年11月に大麻、取締法違反で逮捕された。さらに自宅から覚醒剤を染み込ませた米ドル札が発見されたため、覚醒剤取締法違反で再逮捕された。1997年12月には、自社の元社員に手錠をはめ、縄で縛るなどして、 社長室内に20時間監禁して、お前のせいで4800万円損したんだ。3000万円に負けてやるから、きっちり払え、この野郎、ぶっ殺してやろうか。俺たちはセメントだって用意してるんだぞ。わからねえなら、指詰めさせてやろうか、などと脅し、顔面をエアガンで撃ったほか、全身を木刀で殴打して、全治2ヶ月の重傷を負わせた、監禁暴行の容疑で、全国指名手配され、 逮捕後、1998年3月に、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けている。この執行猶予期間中、1999年7月、下旬、東京都千代田区の路上で、覚醒剤数グラムを車内に所持していたところを、職務質問で発見されて覚醒剤、取締法違反現後で逮捕。起訴され、1999年10月、 懲役1年6月の実刑判決を言い渡された。2013年6月下旬に東京都港区内のコンビニ店で万引きをしたとして、窃盗で逮捕された際に、言動に不自然な点があったため、尿検査を実施したところ、覚醒剤の陽性反応が出たため、覚醒剤取締法違反で再逮捕された。発射中、2013年10月、9月15日に、 都内港区のホテルで乾燥大麻 1.7g を所持していたとして大麻取締法違反容疑で逮捕された。なお、ブログで大麻は酒、タバコに比べて身体的依存性もなく害が低いという趣旨の発言をしている。覚醒剤取締法違反並びに大麻取締法違反の罪で起訴され、2014年1月8日、東京地裁で 懲役2年の実刑判決が言い渡された。ありがとうございます。